メルルサカの海水魚の総称である。近縁のタラメの魚ホキは以前メルルサカに分類されていたが、今日ではマクルロヌスカに分類されている。英名はヘイクで、ケープヘイクアルゼンチンヘイクニュージーランドヘイクなど13種の総称。スペインでは、養魚がペスカディーラと呼ばれる。一般に大陸方の沿潔部に分布しており、ヨーロッパ、アフリカ西洋湾沖。 北米太平洋岸沖、南米太西洋岸、太平洋沖、ニュージーランド沖等に多く分布する体長約0.9から2メートル。形はスケトウダラに似ており、また身には細かな茶褐色の反転が存在する。五族24種からなる。ジェノバの市場に並ぶメルルーサヨーロッパでは長年に渡ってハエナは、手釣り、刺し網などの漁業が行われてきた。 1960年代以降ヨーロッパ以外の大陸方の資源を狙って日本をはじめヨーロッパのトロール漁業が創業を始めた。1970年代までは北米沖、南半球の資源はかなり余裕があると思われていたが大型トロール漁業の開発が進んで資源の危機が叫ばれ南アフリカ沖については国際管理が行われたアイクシーフが その後資源が全部沿岸国の戦艦水域内にあるため資源管理は沿岸国に委ねられているメルルーサのフライを使ったフィッシュチップス味は種保存方法等により極めて差が大きいタラに似た白身だが身が締まっており塩処理をしなくてもタラのように身が崩れない欧州で釣り上げられて鮮魚として流通するメルルーサは高価であり高級品として好まれる 他方、北米沖、南半球でトロールで漁獲された魚は一般に冷凍されて大衆魚として利用される。南欧では一尾丸ごと魚屋やレストランの店頭に並ぶが、ヨーロッパでは一般には切り身で売られており、また白身魚のフライ用に加工された形で売られることが多い。フィッシュチップスにも多く使われている。スペインでは特に好まれる魚で、 首から頭を石窯で焼いたアルオールのは最高の料理である。その他にも、頬肉から顎にかけての部分の天日に込み、白身の大きなブロックの丸茹で、切り身の天ぷら、小型魚は丸のままから揚げ、あるいはニンニクとオリーブオイルの鉄板焼きなど、多くの料理に使われる。日本市場に一般に流通したのは1960年代にトロール船が漁獲したもので、 当初は馴染みがない魚種であることから白ムツ塔と呼ばれ紛らわしい命名として問題視された。メルルーサが定着して以降は大衆向けの総菜魚として需要がある。市場には白身のフライカス漬け、味噌漬けとして半加工して出されることが多く、すり身の材料にも使われる。安価であることから外食産業や学校給食などの加工食品に用いられる。 白身魚としても定着している。かつてはマクドナルドのフィレオフィッシュの原材料であったことでも知られている。ありがとうございます。